はい、こんにちは、116インズです。オフシーズンが始まって1週間程度を経過しましたけれども、まだ選手の移籍などに関しては大きな動き、目立った動きというところは出てきていないんですが、ただ監督の就任というのが続々と決まっていますよね。ホワイトソックスの新監督にはトニー・ラルーサが就任しましたし、またタイガースの新監督にはアストロズのサイン盗み問題を受けて1年間の職務停止処分を受けていた AJ ヒンチが就任しましたよね。で、そして今日ボストンレッドソックスの新監督が発表され、なんとですね、2018年それから19年とチームを率いたアレックス・コーラが再びチームの指揮を取ることとなりました。コーラに関してもアストロズのサイン盗み問題を受けて1年間の職務停止処分となっていたんですけれども、でその影響で1月にレッドソックスとコーラ双方合意のもと、コーラが監督を退くということになったんですが、先ほどのヒンチ、タイガースの新監督に就任しましたが、彼に続いてコーラもまた現場復帰を果たすこととなりました。コーラに関してはヒンチと比べてサイン盗みに深く関与していたというところが大きなマイナスポイントとなってくるんですけれども、ただ球界内において彼の監督としての能力というところはどうも評価されているようでしたし、どこかの球団がコーラを雇う展開というのは、全然あるのかなとは思っていましたが、まさか元々監督を務めていたレッドソックスに戻ってくるのはちょっと意外でしたね。先ほども触れましたが、コーラとレッドソックスはサイン盗み問題を受けて1月に双方合意のもと、コーラが監督を退くこととなったわけですし、でまたレッドソックスという球団自身も2018年にサイン盗みを行ったとして、今年 MLB から処分を受けている球団なわけですから、サイン盗みで問題を起こした人物を再び雇って果たして大丈夫なのかなとは個人的には少し思ってしまいましたね。ただレッドソックスとしては、コーラはボストンでは何ら問題を起こしていない、だから再び監督に就任させても何ら問題はないという判断なんでしょうね。確かにコーラはアストロズのコーチ時代にサイン盗みに深く関与したとして、 MLB の報告書にもいろいろと記載されてしまったわけですが、一方でレッドソックスの監督に就任してから、2018年のサイン盗み問題もそうですが、そこの問題には少なくとも MLB の調査結果においては特に関与していないということとなっています。で今回コーラはアストロズのサイン盗み問題を受けて1年間の職務停止処分というペナルティを受けた上で今回現場に復帰するわけですけれども、 MLB から言い渡されたペナルティを全うして今回コーラを監督に戻すわけですから、他の球団がコーラを雇うのと同様にその行為には問題がないという判断なんでしょうね。実際コーラへの処分はすでに終わっていますので、確かにレッドソックスが再びコーラを雇うのも何ら問題がないのは事実です。またレッドソックスとしては新監督を選ぶ上で後悔だけはしたくないという思いもあったんじゃないのかなと思います。今回レッドソックスの新監督候補、大体6人ぐらいの方が名前挙がっていたんですけれども、この中でコーラが唯一監督経験を持っていたんですね。レッドソックスの新監督候補、最終的にはコーラとそれから2人目のサムフルドが最終候補として名前が挙がっていましたが、もちろんレッドソックスとしてもフルドの能力も評価していたとは思いますが、ただ監督としての力量はまだまだ未知数。コーラであればレッドソックスはすでに彼の監督としての力というところは十分理解しているところだと思いますし、どちらにしてもレッドソックスはサイン盗みの問題で批判される立場であるチームですから、フルドを選んでチームを低迷させたり、またコーラが他球団に流出してしまうリスクを考えた時、レッドソックスとしては自分たちの監督にコーラを戻すのが一番後悔のない選択だと考えたんじゃないでしょうかね。もちろんこれは私の憶測に過ぎないんですけれども、実際コーラはレッドソックスの監督として大きな成功を収めていますよね。監督1年目2018年にはチームをワールドチャンピオンへと導いていますし、またコーラ自身データもしっかりと理解することができる現代の監督にふさわしい能力の持ち主であることもまた事実です。今回のコーラのレッドソックスの監督復帰にあたって、レッドソックスの選手たちもその判断を支持したようですので、選手たちからの信頼も非常に厚く、またボストンのメディアやレッドソックスのオーナーシップもコーラのことは非常に気に入っているようですので、こういった判断になったのかなと思いましたね。今回最終的にコーラをレッドソックスの監督に戻すという判断を下したのはレッドソックスの編成トップであるハイム・ブルームなんですが、ブルームは昨年の11月にレッドソックスの編成トップに就任して、で1月にコーラが監督を退いたわけですから、この2人はほとんど一緒に仕事をした期間がないんですけれども、それでもブルームは今回コーラを選んだ。ブルーム好みの人選をすることだって可能だったわけですけれども、それでもあえてコーラを選んだということは、それだけコーラの能力というところは高く評価されている裏付けなのかなとも思いましたね。
と、まあここまでレッドソックスがコーラを復帰させるという判断の裏付けというところを考えてきたわけですが、ここからはやや個人的な話、まあレッドソックスの姿勢としてどうなのかなと思うところがあったんですけれども、気になったのは1月にコーラが監督を退いた際の球団の公式発表を再度読んでみたんですね。で、そこにはこういったことが書いてありまして、読み上げますと、調査結果、まあ、これはアストロズのサイン盗みに関する調査結果を指しているんですが、調査結果とコミッショナーの裁定を受け、我々はアレックスが今後チームを効果的に率いることは可能ではないと判断し、双方合意の上で別々の道を歩むこととしたと書いてあったんですが、コーラが起こした問題を考えると、チームを今後効果的に率いることが難しいため、コーラに監督を続けさせるのが難しくなってしまったことが、1月に監督を退く要因となったと、ここからは読めると思うんですが、つまり今回レッドソックスはコーラを監督に戻したということは、1年経ってそれが可能となったという判断がセットでついてこないと、1月の球団発表とは矛盾してしまいますので、この1年間でコーラにどういった変化があって、今回監督をするに値する人物だと判断したのかは気になりましたね。冒頭でも触れましたが、レッドソックス自身もサイン盗みで問題を起こした球団ではありますし、そこにあえてサイン盗みで大きな問題を起こした人物を再び戻すわけですから、このあたりの意思決定がどのようになされたのかは非常に気になりましたね。レッドソックスはアストロズと比べて、まあ、起こした問題の大小という差もあるとは思いますが、比較的許されている雰囲気がある中で、今回コーラを監督に復帰させる判断を下しましたので、球界の中ではより厳しい目で見られるんじゃないのかなと思っています。おそらくレッドソックスが勝ったとしても、コーラが監督を務める以上サイン盗みをしたんじゃないかと、再び疑われることは間違いないでしょうが、ここはもう結果を示して周囲を黙らせるしか方法はないのかなと思っています。今年のレッドソックスは MLB ワースト4位とチームはかなり低迷してしまいましたが、編成トップのブルーム、そして新監督のコーラはこのチームをどう立て直していくのか、今後のレッドソックスには注目して見ていきたいですね。なおここからは余談ではあるんですが、今回ヒンチ、そしてコーラの現場復帰が決まり、さらにおそらく近いうちにはジェフ・ルーノーの復帰も決まるとは思ってるんですが、そんな中で昨年メッツの新監督に就任したものの、サイン盗みの問題のせいでチームを指揮する前に監督解任となったカルロス・ベルトランは今回のサイン盗み問題の最大の敗者となりそうですね。ヒンチ、コーラ、そしてルーノともに球界内で一定の地位を築いていたため、現場復帰への道が開かれたわけですが、ただベルトランに関しては選手としてはともかく、監督やコーチとしての技量は未知数、そんな状態の中で監督解任となってしまいましたので、果たして彼にセカンドチャンスを与える球団は出てくるのか、ちょっと微妙なところですよね。もちろんそこは自業自得の側面もあるとは思いますが、一方でペナルティを受けた3人の現場復帰がほぼ確実な中で、そもそもペナルティを受けていないベルトランが復帰できないという話も、まあそれはそれでおかしいのかなとは少し思う部分はありますね。ベルトランの今後はどうなるのかという部分も気になりますが、今回の動画はここまでにしたいなと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。